皆さん、おはようございます。千葉県在住の橋本です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日のテーマはですね、おとといの、安倍元首相の、狙撃の事件のことで、私が気がついたことを伝えます。要は1日経って翌日の朝ですけど、各新聞社、産経毎日、東京、日経、読売、朝日、ここの新聞の見出し、これがちょっとね注目です。一番でかい文字でドーンと出てるそこの部分がですね、安倍元首相言えない、撃たれ死亡っていうでっかい文字がドーンとまず最初に目に入るわけなんですが、なんとですよ、この7つの新聞社が全く同じ、あの字が一字一句狂ってないのね。そして、その書き方、それからその 字の形、表し方、全部一緒。わかります？これね、これ絶対にね、どっか大きな圧力がかかってないとこんなことないって思いません？もうね、バカバカしいよね。うん。ね、書き方がさ、ね、ひらがな一文字でも何でもいいけど、違ってるんならまだしもよ。ね、全く一緒なんだよ。もうね、どうしようもないね。これわざとやってんのかね。これ、要するに、今、こう、要するに、ホワイトチームと闇側が今もう完全にバトルしてるんだけどさ、どっちがやってるかちょっとこれまあ、わかんないけど、ただ僕ね、僕の分析ではこれなんかもうね、やらせだからね、ホワイトチームがね、仕組んでるような気がしてならないね、僕はね。で、今朝かな、亀ちゃんのセカウラの動画も見たんだけど、2040さんのお話、僕好きなんだけどさ、その見解を見ても、要は、なんて言うんだろうな、ホワイトチームじゃないかっていうふうに言ってるね。うん、まあ、いずれにしてもね、みんなに気づいてほしいのは、もうね、茶番、出来レース、ね、選挙の2日前だよ。これさ、偶然だと思う？僕ね、知らなかったっていうかね、もうすっかり忘れてたんだけど、3年前のだよ、参議院選挙の時も3日前、投票の3日前に大きな事件あったんだよ。なんだと思う？これね、秋葉原で無差別殺傷事件っていうのがあったの覚えてる？あれが選挙の3日前だったんだよ。で、今回は2日前。で、3年前はね、通り魔だったんだけど、今回はね、インパクトの強い安倍元総理大臣のね、銃撃だよ。わかるかな？これ。偶然だと思うかな？ねえ。もう全部さ、仕組まれてると思わない？もう、バカバカしいね。でさ、事件の質が今回は大々的でしょ？あ、殺されたのが安倍ちゃんだから。ということはさ、参議院選挙の、自民党の負ける確率が3年前より格段に上がってるんじゃないかなって僕思うよ。だから仕掛けてる内容、このペテンの、偽旗作戦も、ちょっと手が込んでるんじゃないかと思うよ。わかる？これ。
まあどっちがやってんだか知んないけど、最終的にはね。ただいずれにしてももうおかしいんだよ。気づこう。まともにかわいそうだねとかさ、どうなるのこの先とかさ、もうね、不安になるのだけはやめようね。うん。恐れるのだけはやめよう。うん。もうね、もう茶番だから。ね。ショータイムだから。ね。もうニヤニヤ笑って過ごそうよ、これ。うん。ゲームだよ、ゲーム。日本中の国民を巻き込んだ大きなゲーム。うん。これを僕らはね、見させてもらってるんだよね。いやー、本当にね、なんていうかな。これ、僕この動画を撮るポイント一つだけ、ちょっと皆さんに、ね、メッセージ的に伝えたいんですけど、このゲームをね、なぜやってるかがポイントなの。ポイント。ここをね、ぜひ押さえてほしいんですけど、要は、3次元の世界から5次元の世界にも移行中なんだけど、この移行するにあたって、ね、これってね、見えない世界の話で、魂の次元上昇の話なんだよね。うん。それをみんなが今体験してるわけ。このゲームを通じて。そして、いろんなことをみんながそれぞれ考えてて、いろんな選択をこれからするわけ。うん。で、どれも正しいの。みんながやる選択が。うん。不幸に感じるのもそうだし、って思うのもそうだ、OK だし、バカバカしいねって、早く5次元に行こうねって思うのも正しいし。うん。すべて選択の自由はみんなにある。ただ、5次元の世界に移行するのは、それなりにちゃんと理解してないとダメだよ。うん。ね。それを、今気づきましょうっていう、そのなんていうかサインだよ、これ。サイン、うん、宇宙さんが僕らにくれているギフトなの。ギフト、プレゼント。うん。だからここはね、直感働かせて、早くその僕の思ってる方向、こっち側の世界に一緒にぜひ来てほしいな。うん。一人でも多く、それだけ。うん。来ることがいいとか、ね、来ないことがダメとかっていうことじゃないよ。うん。でも、もう見えない世界は完全にこう二極化させてるよ、人をね。で、二極させたその上でもまた、ね、高次元に行く人と、そこで留まる人と、こうやってまた選別されてってるよ、今どんどん。うん。ここは、間違いないよ。うん。ね。うん。だから僕はとにかく、このもしその生まれ変わりとか輪廻転生とかっていう話は僕は得意とするんだけど、本当にこういったことを踏まえて、今起きている3次元の現象とこういう見えに見えない話、これ実はセットで学んで、そして次元上昇するんだよ。ここのポイントをぜひ押さえてね。うん。だから一つの事件なんだけど、みんな見方が違うから、そこは、選択の自由だから、何の悪いはないけど、ね、ここだけはポイントとして、ぜひ押さえてくださいね。うん。もうゲームだから。地球ゲーム。楽しもうぜ、だからね。うん。とにかく波動を上げて、面白いゲームに今参加中やねんっていう感覚で、これからも行きましょう。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。